穴掘りゴファーガメは、陸ガメかゴファーガメ属に分類されるカメ。ゴファーガメ属の模式種。アメリカ合衆国固有種最大高長38.7センチメートル。廃坑は、ドーム状に盛り上がり、上から見ると細長い。廃坑の色彩は、黄色や銘褐色。前肢の、第一肢の爪から第三肢の爪までの間隔は、 孔子の第一子の爪から第四子の爪までの間隔と等しい。規定が砂で低木が点在する草原に生息する。長さ270から610センチメートル、深さ140から280センチメートルの枝分かれしない最深部がやや広い穴を掘り生活する。地域によっては巣穴の中で火器や陶器に休眠する。植生は 植物食で草、果実などを食べる。繁殖形態は乱生。繁殖期になると、オスは草栓から匂いを出しメスをおびき寄せる。5から6月に1回に5から9個の卵を産む。開発による生息地の破壊などにより、生息数が減少している。生息地では、法的に保護の対象とされている。卵を採集し人口を孵化させある。 程度育成させた個体や、飼育か繁殖させた個体を再導入する試みが進められている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ヨーロッパで飼育か繁殖した個体のみが流通し、流通は非常に稀。ありがとうございます。